もう集まっていいんすか？ちゃんとヘルメットかぶって言うたの。あ、ヘルメットいるの？いるいる。もうめんどくせえ。うわ、いや、吉村か、志村かと思って。覇気がない、覇気がない。もうだって腕って熱いね。壊れてる壊れてる。キャンディーさんのバイク壊れてる。つぶれたつぶれたつぶれたぞ。あげるでこれYouTube に。あー、かかった。あー、もうちょい。恥ずかしい。これ聞こえてんの？さ、マイク聞こえてんの？あー、そうなんや。こけてな、こけてな。結構帰っていくんやこれ。
緊張する玉か。はじめまして、スーパーセンターの矢口です。滋賀県から自走で来たんですけど。これでですか？もちろん。すごい。うん、まあ、特徴は、はい、こっちの世界じゃ南カリフォルニアのスタイルが主流なんやけど、僕はちょっと北のスタイルを入れて、まあ70年代のチョッパースタイルで、まあ。なしがロングツーリングに向いてるっていうチョッパーです。はい大変だな。そう、こうやって乗ってみたらロングツーリングに楽な姿勢になってるってことなんですよね。じゃあそう、なんかもともと SR ってロングツーリングやりやすいかなって思うんですけど、タイガーさん的にはどうですか？チョッパーでロング厳しいっておっしゃる人も。ところが違うんだ、スーパーセンターでチョッパー。ちょっと説明するわ。ほら本気になってこれはロングに向いてるっておっしゃってるんで。そこはついちゃったね。スイッチ入っちゃいましたね。喋、うん、りますか？喋る、説明する。皆さん聞いてくださいね。うちのがいかにツーリングに向いてるかっていうの、ディメンションとかに理由があるんですけど、まずうちが大事にしてるのが、フォークを伸ばすんですけど、その時にフロントアクスルの位置とリアクスルの位置を直線上に結んだ、それよりも上にクランク軸が来るようにしてます。でそうすることによって、峠とかでもパタパタ倒れるんですけど、今もまあまあ倒せてたと思うんですけど、そんなクランク軸まで考えてると思わなかった。もちろんでフロントタイヤに、18インチ以上のタイヤをあまり履かずに30以下の丸めのタイヤを履くとパタパタ倒れるくせに、高速では、直進安定性がすごい増すんで、でまあ荷物が積みやすく、着座面積の広いシートで疲れないっていう設計になってます。うちの、車両をよくよく見てもらうとそういうディメンションになってるんで、ぜひそういう目でご覧になってください。決して見てくれだけじゃないんでね。かっこいい、かっこいい、すごい。おしゃれなだけじゃないタイプだってことですね。はい、ありがとうございます。よ
さんもっと前で見て大丈夫ですよ。この芝のあたりとかで。芝のあたりまで見てください。はい、じゃあ次はですね。